昨日今日にできたようなものではありませんからね。2600年作られてきたものですから、呼吸ということの存在がごく当たり前に平常行われてるから、一般的にはあまり意識してない、忘れられた存在じゃないかなと思うんですよ。けどもこの呼吸がなければ即座に生命を絶つということなんですよね。人間の体全部が一つの個体物体という見方じゃなくて、60兆と言われるたくさんの細胞によって人間の体が出来上がり、その細胞の中にエネルギーとして送り込まれるのが日々食べている栄養という方の酸素ですね。それを運んでくれるのが血液なんだということなんです。神様とこのつながるのもやはり呼吸なんですよ。自然の中にこの人間が生活できる営みの場所を作ってくれる存在がおいでになられるというところに自然の神というものを見出したわけなんですよ。それははっきり言って目に見えないものなんです。神よからずっと伝わってきてるものがあるんじゃないかなと思うんですよ。動植物すべてが、ましては地球もすべてが息をしているんだということなんです。有彩、これ有彩とか言うんだけども、この霊道法的なものが伝わっているところってあまり聞いてないしね。脳からの作用が細胞を動かして、そして体を全部を振動を起こさせるかなとか思ったりしてるんですよ。かといって振動、このバタバタバタという振動だけじゃないんですわ。血液が気持ちよく流れれば F 分の1の揺らぎをするから、こうやってこうファーッと動くんだなと思うんだけども、逆立ちしてみたり飛んだりするでしょ。だからそこのところはもう領域ははっきり言ってわからないですね。やはり神様を自らに迎えるべきですわ。